これから介護福祉士オンラインレッスンの説明が始まります。これからウェブチューターの説明をしたいと思います。よろしくお願いします。普通に頭悪く生まれたらずっと頭悪いよ。生まれながらしたその能力、そういう流動性いい？心筋梗塞ね。消すよ。はい、今度。はい、こっち。肝臓。ここにあるね。レバーね。腎臓は？キドニー。キドニーね。頻尿器系は？膀胱とかね。尿管とかね。はい。そういうところの中で、はい。子宮体のノロじゃないよ、子宮体のろ過機能、もうここでみんな意味わかんない、止まっちゃうんですね。ろ過っていうのは気違いじゃないと、ろころ過介護福祉士、オンラインレッスンウェブチューターの説明です。この Facebook のグループページに来ます。で、初めての方はこの最初のピンドポストですね、これを読んでいただきます。このように、レッスンビデオのメニューはここにあります。ショートカットリンクスオブレッスンビデオナンバーワンということで、例えばこのメニューショートカットに行くとですね、レッスン1の2018年2月8日木曜日コースのビデオですとか、その後レッスン2月15日木曜コースとか土曜コース、こうやって2月からスタートしている市川での教室のレッスンのビデオを、全部見れるようになってます。あとこのようにレッスンで使った資料も、見れるようになっています。はい。で、この最初のこれを読むと、またこう戻りますけども、このレッスンビデオのメニューはここにあります。今これクリックしてみましたよね。あとはですね、勉強の仕方の説明も、まあ、このビデオで見たり、してもらうのと、あとこのウェブチューターのメンバーは実務者研修のグループにも無料で参加できますと、希望者は申し出てくださいということで、三高福祉カレッジですけども、ここで実務者研修を受ける方はその家でやる宿題ですね、これをすべて、無料で勉強できるようにしてます。はい。で、このページ下に行くと一番最近のは第10回レッスン4月28日土曜日、この間ですね、この間の授業のビデオがこのように見れるようになってます。これどれをしても見れます。例えばこれ行きましょうか。ここね、もう見たことあると思うんですけど、はい、このようにですね、その時のビデオが見れるようになってます。ずっと毎回レッスン終わるごとにそのビデオをアップしてます。それと勉強で使った資料ですね。この日は最初に復習のテストをやって、その後言葉の説明もしました。例えば最初の授業でテストしたのこれですね。こうやって1番から10番まであって、丸か×で、復習するところです。で、その後に、大事な言葉も必ずこう説明して、こう復習していきます。はい、こういう資料も
アップしてます。あと勉強で使ったテキストですね、テキストのコピーもここでひらがなとか英語付きで、アップしてます。必要な方はこれコピー代ですけども1枚10円で、1ページ10円で送ることも可能です。あとこうやってこう問題もね、昔あった国家試験の問題もアップしてそれみんなで答えたりしてます。これは27回目の試験の問題37番の問題でした。こういう問題をアップしてですね、で生徒さんはこうやってこう答えるんですね。4番ですとか3番ですとかで、ここでこう間違ってたら私必ずなんかおかしいですよというふうにこう説明、お話を返したりしてます。はい、こういう感じでですね、あと Facebook の動画がビデオが見にくい方用にですね、必ず YouTube でも見れるようにしてます。 YouTube ここですね、 YouTube でのコピービデオのリスト新しい順とで、さっきのレッスン10 土曜日の問題ももう Facebook でこうやってアップしてます。こういきましょうか。これピコ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 しますね。これ YouTube ですけども同じビデオが YouTube でも見れるようになってます。ちょっとクリックしてみますよ。ね、こうやってこう YouTube でね、YouTube でも見るようになってます。はい、このように、授業で行ったレッスンビデオは Facebook のこの Web チューターのページとあと YouTube でも、見れるようにしています。はい、こんな感じでですね、毎週毎週新しい授業が行うとここでビデオが、アップされますし YouTube でも見れるようにしてます。あと大事な言葉ですね、特に外国人の方は漢字を覚えなきゃいけないのでそういう特別のドリルレッスンもこのウェブチューターでアップしてます。例えばこれいきますね。これ特別オリジナルドリルですね。わかりますかみんな。このようにね、言葉の勉強もできるようにしています。はい、そういうことで、これですね。これが、希望する人は実務者研修、三幸福祉カレッジの実務者研修の勉強もできるようにしています。希望する方はお伝えください。申し出てください。はい、これからサンプルビデオを少しずつ、お見せしたいと思います。よろしく。裁判所が、じゃあこういう人がその本人に代わって契約できるようにしますよとかね、守ってくれる人がいるのね。その守ってくれる人がこの費用と、まあ成年後見人という人、まだ下手な絵描くけど、はい、心臓がハート型でありますよ。いい？心臓はいくつに分かれてる？部屋は4つね。右側と左側と1、2、3、4と4つ部屋に分かれてるね。
で、心臓は何の役目をしてますか。今日も心臓出てくるけど、ポンプでしょ。ポンプ、動脈で新しい O2 がいっぱい入ってる、栄養がいっぱい入ってる血を体中に送るのが動脈なんですよ。送るためのポンプね。いい、思い出して。ポンプは、あの水の入った風船考えて、出すときは押すでしょ。押したままだと心臓動かないよね。でまた元戻るやん。でまた押すでしょ。これ電気信号でこうなってるわけ。血管チューブの中に血が通るでしょ、はい、これ勢いよく通るとこの壁に当たる、このプレッシャー、血管の壁、血管壁、この血管の内側ね、ここにこう当たるプレッシャー、これが血圧なんです。半身麻痺、生活習慣、種類、動脈瘤、状況、判断力、計画を立てる、現れる、症状、情動行動、生死、高血圧、移植、実行力障害。はい、はい、これは違う。意義、どういう意味？意味はわかるけど説明するのはちょっと難しい。意味わかるけど意味でしょ？意味でしょ？何かをすることの意味、意味や価値、意義ね。ミーニング、バリュー、いいですか？意義あり。これ意義ありで、これちょっと待ってね。この時にね。違うんですか。いや、意義なんだけど、どんなところで出てきてるの、ちょっとこれ試しにね、意義。ほら、昔の問題で、介護家庭の意義と目的に関する次の記述のうち、適切でないものを一つ選びなさい、ね。介護家庭の意味は、それと目的はって、そういう時にこういう感じで出てるからね。意味、意味ね。はい、いくよ。 BPSD は英語では何と言いますか。何の最高最高の時間。 Y のあとは S。 ここに C の代わりに PHY S CHO S CHO 最高の時間。これいいの。はい。レフェラル&サイコロジカル C がなくなっちゃった。 CS の H の間に C がある。OK。シントンポッティ。オブ。OK。ディメンシャね。ディメンシャ。こうやったらあなたたち覚えるでしょう。はい。ね。BPSD。はい、じゃあ次ちゃんといきますよ。はい。こういうことは書いてません、試験には。はい、漢字で書いてます。なんて書いてますか。行動ね、で丸ポツがつくんだよね、途中ね。心理、サイコロジカルね、症状、あれ症状、認知症のって普通書いてないよね、うん、行動心理症状って書いてます。でカッコで BPSD ね。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひみんな一緒に、頑張りましょう。よっ。